もも、牛見です。皆さん、白狩り行ってますか？牛はですね、まあ、買ってからちょっと触って以来やってないんですよね。まあ、モンハンシリーズは、3DS が最後だったので、スイッチ版が出て本格的にやろうと思ってたらですね、まあ、買ってはいるんですけど、なかなかやる機会を逃してたんですよね。まあ、チュートリアルぐらいで終わってるので、まあ、まだやれるタイミングはあるから、まあ、やろうと思えばやれるんですけども、まあ、今回なぜ急にモンハンの話題をやることになったのかというとですね、なんと前に、ゴールデンカムイコラボをやっていた千岩園で、8月1日からモンスターハンターライズコラボが開催されるということなのでやります。鹿児島県にありますおしゃれなスタバもあることで有名な千岩園の方でやられる、このモンスターハンターライズイベントなんですけども、まあ、コラボですけど、開催日が8月1日から9月12日までということで、ちょうどですね、黎明館で9月2日までエヴァンゲリオン展をやっているということって、まあ開催時的にですね、どっちもですね、ゆっくり行けるかもしれないですよね。まあ人混みが多いとあれなんですけども、まあそんなことはどうでもいいとして、こちらで開催されるイベントには、周遊型体験イベント、ハンターライフという6種類のクエストをクリアしたら、非売品の缶バッジがもらえるというクエストや、作品自体が、和の雰囲気があるということで、千岩園にもぴったりな特別展示&企画展というですね、ライズの設定資料展示もあるというモンハンファンが喜びそうな企画もあるみたいですよね。まあ、牛もちょっと気になりますけども、あとはですね、8月の1日から31日までの期間限定の AR コンテンツ、こちらですね、まあ、あの公式ページ見てほしいんですけども、まあ、それ以前のやつもぜひ公式ホームページ見てほしいんですけども、それに、鹿児島の特産品や伝統工芸品とコラボしたグッズ販売に、観光地情報ノベリティ配布にコラボフードもあるんですけども、コラボコースターが、4種類配布されるということで、これもファンが喜びそうなんですけども、こちらもですね、詳しくは公式サイトを見て配布先を見てほしいんですけども、ゲームにも出てきそうなよもぎ特製うさジャンボ、まあこれジャンボ餅ですね、とかかき氷青クマというですね、青あしらっぽい白クマが出てくるんですけども、いやこの青クマ可愛くないです？普通にインスタ映えそうな可愛さじゃないですかね。いや可愛い、ブルーハワイみたいな白クマだから余計美味しそうですよね。いやー可愛くて美味しそう。星屑空いつでも